ジョン・コルファー煙突掃除人アイルランド・ウェックスフォード1850年煙突掃除人は煙突内部に溜まった灰やすすを掃除する人またその職業煙突はその熱によって生じた気圧差による霧を利用して石炭や木材を用いた燃焼部に空気を引き込み上部へと流すことで継続的な燃焼を可能としている通常は煙突は垂直にまっすぐであるが 場合によっては途中で曲がっている可能性もある。煙突は使っていくうちに、その内部にクレオソートの層が形成されて狭まり、空気の流れが悪くなっていく。また、クレオソートには引火性があり、煙突や建物の火災につながることもある。このため、ススを取り除く煙突掃除が必要となる。これは親方掃除人によって行われていた。イギリスにおいて、 煙突掃除人は法的には徒定制であり、一般的には大人である親方掃除人がワークハウスや孤児の少年を見習いとして雇い入れ、彼らを煙突内部でよじ登れるように訓練して掃除をさせた。ドイツ連邦では親方掃除人は職人ギルドに属していたが、クライミングボーイは用いられていなかった。イタリアやベルギー、フランスではクライミングボーイが使用された。 親方煙突掃除人とスパクコミノとして知られる、都定少年19世紀の終わりイタリア工業化時代に起こった都市人口の増加は、煙突のある家も急速に増やし、煙突掃除人の需要も大きくなった。建物は以前よりも高くなり、また新規に建てられた煙突は、長部を一つの排出口にまとめてしまう新しい形式だった。個々の非合の道の経路には、 二つ以上の直角に曲がる箇所が含まれる場合があった。また、通風を良くするために煙突は狭く作られ、14インチ9インチが一般的な規格になっていた。バッキンガム宮殿には15の曲がり角を持つ一つの煙道があり、さらに大きさは9インチ9インチに狭められていた。煙突掃除は当時の職業の中でも最も難しく危険で、 低賃金であったために、シア・バラード、パントマイムの演目の中で嘲笑されてきた。最初の機械式掃除機は1803年にジョージ・スマートによって発明されたが、その導入に関しては、ギリスとアメリカでは反発があった。1828年にジョセフ・グラスが改良された掃除機を売りに出し、これによって彼は現代の煙突掃除ブラシの発明者であるとされている。 アメリカ北部では白人たちがこの職業を担うことはなく南部から黒人少年たちを雇った。イギリスでは1875年にアメリカでは世紀が変わる頃にようやく規制がなされ、その後この職業は大衆文化における人気のある題材として扱われるようになった。内径約28センチメートルの煙突2つの断面図。 約10歳のクライミングボーイを示す。左側、ボーイは、背中と両膝を煙突に押し付けて登っている。右側の図では、少年の両膝は顎先に押し付け、両、ふくらはぎ、両太もも、胴体が煙突を塞いでおり、上にも下にも動けなくなっている。煙突掃除において、わずか4歳ほどの少年が、81。 警報ンチという狭い空間である熱い煙突内を登った。作業は危険を伴い、沿道に挟まれたり、窒息したり、消費することもあった。すすには発がん性があり、少年たちはすす袋の下で眠り、体を洗うこともほとんどなかったため、ガンを発症する危険と隣り合わせであった。1775年以降、 煙突掃除を行う少年たちの健康を心配する声が高まり煙突掃除を規制する法律が制定され1875年には少年らが煙突掃除に従事することを禁じる法律が制定された。後者は事前家アントニー・アシュリー・クーパーが運動の主体となり働きかけたものであった。イギリスに煙突が登場し始めたのは1200年頃で 家の一部屋の中央で行っていた焚き火に代わって登場した。最初は建物内に暖房付きの部屋が一つ設けられており、煙突も大きなものが用いられた。その後、400年以上の間に部屋の数が増え、各部屋も狭くなり、多くの部屋に暖房が行き渡るようになった。また、木材に変わって、粉状歴生炭が使われるようになると、沿道の内側に、 可燃性のクレオ層との層を堆積させ、すすで固めるようになってしまった。さらに、それまでの煙突は単なる煙の排出口に過ぎなかったが、燃焼部に空気を引き込むことが意図されるようになると、効果を高めるために沿道を狭めるようになった。それでもロンドン大火によって建物規制が行われ、煙突のデザインが変わるまでは少年たちが煙突に登ることはほとんどなかった。 新しい煙突は角張った狭いものが多く、一般家庭の沿道の寸法は9インチ14インチが普通だった。親方掃除人はそのような狭い空間に入り込むことができないため、少年を雇い、すっ掃除のために彼らを煙突内に登らせるようになった。少年たちはしばしば研磨した、すなわち裸で登り、生々しく削られながら、 膝や肘を使って体を動かした。彼らはしばしば熱い煙突を登り、時には消火活動のために燃えている煙突にも登った。鋭角に曲がった煙突は特に彼らに危険をもたらした。これら少年たちは掃除譜の見習いという扱いであったが、1778年から1875年にかけて彼らの労働条件を改善しようとする法律が次々と制定され、 また、多くの体験談が議会報告書として掲載されるに至った。1803年頃から煙突掃除の新しい方法が導入されたが、掃除人とその顧客たちは新しい人道的な方法よりもクライミングボーイを好んだ。1870年に教育法が制定され、義務教育が開始されたが、煙突掃除人を許可制にし、 少年らを煙突に登らせないようにする法律の制定には、さらに5年の歳月を要した。地下室のある4階建ての家の沿道7本の断面図。メカニクスマガジンの1834年の挿絵で、煙突掃除人と子供たちの煙突掃除人の対象を示すようにデザインされている。クライミングボーイと呼ばれる少年たちは、厳密には煙突掃除人見習いと呼ばれ、 大人であるがゆえに、煙突や煙道に入れない親方掃除人に、弟子入りするという形をとった。親方掃除人は、教区から報酬を得て、孤児や貧民に技術を教えた。彼らは彼に完全に依存していた。少年らや、その保護者は、治安判事の面前で契約書に署名し、成人になるまで親方に拘束されることとなった。旧品法に基づく、後見人は、 教区の費用を削減するために自分が世話をしているワークハウスの子供たちをできるだけ多くと低精度の見習いに出す義務があった。親方掃除人には見習いにその技術と秘訣を教えること、二着目の服を与えること、週に一回身体を洗うこと、教会に通わせること、火のついた煙突には登らせないことなどの義務があった。見習いは親方に従うことに同意した。 7年間の見習い暴行が完了すると、職人掃除人となり、彼自身が選んだ親方掃除人の下で働くようになれた。それ以外は別の掃除不や親に売られたりした。値段は7シリングから4ギニーだった。一般的には訓練の開始は6歳の男子が良いと考えられていた。シャフツベリー今日は4歳の少年と出会ったことがあったが、ひ弱だと認識されていた。 親方には多くの見習いがおり、朝から街中を歩き回って、すすを払うぞうなどの掛け声を上げ、掃除されていない煙突の危険性を思い出させた、家主たちに自分たちの存在を知らせた。作業を行うとき、親方は暖炉に布をかけ、見習いは靴や余計な衣服を脱いで暖炉の後ろに回った。沿道は家屋と同じくらいの高さのところで数回曲がっており、 その寸法は14インチ9インチだった。帽子をかぶり、大きな平たいブラシを頭にかざして、体を斜めにして、くさびのようにし、沿道に入った。背中と肘と膝を使って、芋虫のように沿道を這い上がり、ブラシを使って、ゆるいすすを取り除き、それが、自身の頭上に振った後、下の方へと落ちていき、 滑らかで安全な煙突にするために硬い部分はスクレーパーを使って削り落とした。頂上に到達すると迅速に滑り降りて、ススの山の中に戻る。そして、ススを袋に詰めて、親方の手押し者や庭に運び出すのも彼らの仕事だった。ススは貴重品であり、1840年には1、ブッシェル9ドルで売ることができた。見習いは1日で4から5本の煙突を掃除した。 最初の頃は、膝や肘をすりむくため、親方は彼らを暑い日のそばに立たせた後、塩水で濡らしたブラシで強く擦りつけるなどして、皮膚を固くさせた。これは、十分に固くなるまで、毎晩行われた。見習いに、賃金はなく親方の家に、住み込みという形で衣食住が保証された。少年たちは、床や地下室で昼間にすすを集めるために使った袋や布を、 布団代わりにして寝ていた。これはスリーピングブラックとして知られている。少年たちは女主人によって庭の浴槽で体を洗われたが、これは週に一度あるかないか程度のものであった。ある掃除人はサーペンタイン池で少年たちを洗っていた。別のノッティンガムの掃除人はクリスマス、精霊降誕祭、ガチョウ祭りの年3回しか洗わないと述べていた。 時折、親方は少年たちに、いつもより早く、あるいは高く煙突を登るように強いなければならない、時があり、この時、小さな火のついたわらか用のろうそくを灯して、やる気を出させていた。また、別の少年を背後から登らせて、尻や足の裏にピンを刺すことで、失神を防ぐ方法もあった。煙突のサイズは様々であった。一般的な煙道は、長さ1.5連が、 1> 幅1レンガの大きさに設計されていたが、多くの場合、1レンガの正方形、つまり9インチ X9 インチ以下に狭められていることもあった。煙突はまだ熱を持っていることも多く、時には火がついていることすらあった。不注意なクライミングボーイは、顎と膝がくっついた形で沿道に挟まり、立ち往生してしまう可能性もあった。もがくほど、より密着して悪化した。 この場合、下から押し出されるか、ロープで引っ張り出されるまで何時間もこの状態が続いた。もがいた結果、落ちてきたススで窒息する危険もあった。最悪は、少年の生死問わず、煙突の側面のレンガを外して取り除くことになった。煙突が特に狭い場合には、バフイットと言われ、つまり裸でやるように言われた。 そのような場合以外では、ズボンと厚手の荒い綿布でできたシャツを着るだけだった。このような子供たちの状況を憂慮して、煙突掃除の機械化を推進する協会が設立されたが、そのパンフレットを読めば、この仕事がどのようなものであったかわかる。以下は、ある掃除人が一人の少年の運命について語ったものである。煙突を通り抜け、暖野から二つ目の角まで降りてきた少年は、 縦方向の側面についていたススを落とした結果、先が完全に塞がれてしまっていることに気づく。彼は何とか通り抜けようとし、苦労の末に肩あたりまでは成功する。ところが、彼のその努力によって、ススは体の周囲に固く圧迫され、交代ができなくなっている。その後、今度は前進しようと心を見るが、全くの失敗に終わる。なぜなら、 沿道の水平部分が石で覆われているがために、その鋭角の部分が彼の肩や後頭部に強く当たり、少なくともどちらか一方にしか動けなくなっているのだ。顔はすでにクライミングボーイの帽子で覆われ、下部のすすに強く押し付けられているため、息ができなくなってしまう。この恐ろしい状況で彼は必死にもなくが力及ばず、叫んだりうめえたりしても数分後には窒息する。その後、 警報が発せられて、レンガ職人が呼ばれ、沿道に穴が開けられ、少年は取り出されるもすでに命は尽きている。そして、すぐに審問が開かれると検視官は事故死とするのだ。しかし、煙突掃除人が被った職業上の危険はこれだけではなかった。1817年に議会に提出された報告書では、クライミングボーイたちが全般的に養育放棄され、 成長の遅れや背骨、足、腕の変形が見られると記されている。これは、まだ骨が柔らかい少年の時期に異常な姿勢を長時間強いられることが原因だと考えられ、特に膝と足首の関節に異常が見られた。失明の恐れがあるまぶたのただれや炎症は、少年たちが目を擦り続けるために治りが遅かった。 あざややけどは高温環境下での作業を強いられるという明白な危険を示していた。陰謀における癌は煙突掃除人でのみ発見されるため、研修病院では煙突掃除人癌と呼ばれていた。全息と胸の炎症は少年たちが天候に関係なく屋外での作業にさらされていたことが原因とみられた。掃除人たちからすすいぼと呼ばれた煙突掃除人癌は、 煙突掃除人が10代後半や20代で発症し、現在では陰脳扁平上皮がんの症状として同定されている。1775年、パーシバル・ポット教は、この病気の患者がクライミングボーイや煙突掃除人たちに多いことを報告しており、最初に見つかった職業病の癌となった。ポットの記述は以下の通りである。それは常に、 陰脳の下部で最初に発症する病気であり、表面的な痛みと散発的な苦痛を伴う痛みを引き起こし、時々鋭い痛みが生じる。それほど長い時間がかからずに、皮膚やアサインの筋膜へ浸潤します。そして、陰脳の膜へ腫瘍が拡大するにつれ抗がんが侵され、硬化していき完全に機能を失います。そこから、腫瘍は、制作の流れを通って腹部へと癌が,が、 進行していきます。また、少年たちの生活についてもコメントが残っている。彼らの運命は、特に過酷である非常に残酷に扱われ狭く、時に熱い煙突を登らされ、傷つきやかれ、ほとんどが窒息する。やがて思春期になると、極めて不快な、痛ましい、そして致死的な疾患にかかりやすくなる。発言性物質は、コールタールと考えられ、ヒ素が含まれている。 可能性もあった。事故死も多く、熱せられた煙突で挟まり窒息死や消死することが多かった。時には彼を助けるために送られた二人目の少年も、また同じ運命をたどることすらあった。煙突掃除人1788年に、煙突掃除人とその見習いのより良い規制のための法律が可決され、煙突掃除人は8歳以上。 親方が雇える見習いは6人までと制限されたが、施行はされなかった。また、見習い傍傷が導入された。この法律は、ジョナス半命の煙突掃除人の若い見習いの現状と、ロンドンとウェストミンスターの煙突掃除人の痛ましい歴史という2つの出版物で提示された、少年たちへの関心に部分的に触発されたものであった。彼は、議会が新大陸における、 奴隷制の廃止には熱心に取り組んでいるにもかかわらず、クライミングボーイという奴隷制は無視されていると主張した。彼はスコットランドのエジンバラに注目し、そこでは掃除人は警察によって規制がなされており、煙突内部を登ることは許されず、親方が自ら雑巾の束を引っ張って上下に動かすことで煙突掃除を行っていた。また、煙突に登るスキルは、 将来の雇用には結びつかず、有用な徒定制度でもないと指摘した。ハンウェイは、少年たちの生活の中に、キリスト教を取り入れるべきだと主張し、そのために、彼らのための日曜学校の設立を働きかけた。しかし、上院は親方を許可制とすべきとした提言を削除し、また市民登録制度が始まる前は、その子供が実際に8歳であるか確認する方法が、 誰にもなかった。同年、人道的な親方掃除人であったデビッド・ポーターが議会に嘆願書を提出し、1792年に煙突掃除婦の現状についての考察と、彼らの救済と規制を目的とした議会法についての考察を出版した。1796年には貧しい人々の状況を改善するための教会が設立され、 ハンウェイやポーターの小冊子を読むことが奨励された。彼らには有力者なメンバーがおり、また、常時三世一性下での王室の庇護もあった。1800年には、煙突掃除人の少年の保護と教育のための友好協会が設立された。1803年には、クライミングボーイという人間のブラシに代わって、機械式ブラシが提案され、 先日の1796年に組織された教会のメンバーの一部がクライミングボーイを雇う必要性をなくすロンドン教会を立ち上げた。当時において少年らは7インチ7インチの小さな煙突を掃除していることを踏まえて機械式ブラシのコンテストが行われた。その中でジョージ・スマートが受賞を果たし、これは長い杖にブラシヘッドを取り付けたものであり、杖の中を通る。 調整可能な紐によって硬さを高めていた。1834年に制定された煙突掃除人法には必要な規制の多くが盛り込まれていた。見習いは治安判事の前で進んで臨んでいると表明しなければならないと規定されていた。親方は14歳未満の少年を雇ってはならず、また6人までで死を持つことはできたが、これを他の親方に貸すこともできなかった。 すでに見習いとなっている14歳未満の少年に対しては、新中製のバッジのついた革製の帽子をこむることが義務付けられた。また、見習いが消火活動の一環として、煙突を登ることも禁じられた。街中での掛け声も禁じられた。しかし、この法律は、親方掃除人たちに反対され、一般大衆もまた、クライミングボーイでなければ自分たちの財産が危険に、 さらされると信じていた。また、この年、煙突の構造に関する建築基準法が改正された。1840年に制定された煙突掃除人及び煙突規制法では、21歳未満の者が煙突掃除をすることは違法とされたが、ほとんど無視された。1852年と1853年にこの問題を再検討する試みがなされ、 新しく調査がなされてより多くの証拠が集められた。しかし、法案の提出には至らなかった。1864年に制定された煙突掃除人規制法では、法律を無視した親方掃除人に対する罰金や投獄を認め、警察にもその容疑で逮捕する権限を与え、新設及び改造された煙突に対する、商務長による検査承認を求めるなど、 管理を大幅に強化した。シャフツベリー教は、この法律の主要な推進者であった。1875年2月、12歳の少年、ジョージ・ブリュースターは、親方であるウィリアム・ワイヤーによって、フルボーン病院の煙突掃除を行うこととなった。その作業中に彼は、身動きができなくなり、窒息した。彼を救出するためには、壁全体を取り壊す必要があり、 救助直後にはまだ息があったが、間もなく死亡した。検視官による審問では、過失致死の氷結が下され、ワイヤーは重労働を伴う6ヶ月の禁錮刑に処せられた。シャフツベリー卿は、この事件を機に再度キャンペーンを展開した。1875年9月、シャフツベリー卿は、タイムズ紙に何度も手紙を書き、さらに法案を議会に提出して、少年たちに、 煙突掃除を行わせる観光をついに終わらせた。1875年に制定された煙突掃除人法では煙突掃除人が事業を行う場合にはその地区の警察から認可を受けることが義務付けられ、これまでのすべての法律を執行するための法的手段を与えた。ブラッシュとスクレーパーを持ったニューヨークからのアフリカ系アメリカ人のクライミングボーイ4人のスタジオポートレート。 二人は立っていて二人はひざまずいている。彼らは11歳から14歳のように見え、荒い服を着てボロボロのハット帽をかぶっているアメリカにおける煙突掃除の歴史はイギリスのそれとほとんど変わらなかった。違いは住宅の性質と政治的な働きかけの有無であった。初期の入植者の住宅は木造かつ密集して、 建てられたために一つの家で火事が起こるトインカへと延焼しやすかった。そのため当局は煙突設計の規制を行った。早くから防火監視員や検査員制度が存在した。このような低い建物における広い沿道の掃除は多くの場合、家主自身がはしごを使って幅のあるブラシを煙突に通すことで行っていた。狭い沿道の場合には レンガや焚き木の入った袋を煙突に落としていたが、煙道が長い場合には、クライミングボーイが用いられ、燃やした藁や針を足や尻に刺し、強制的に行わせる監修が存在した。煙突掃除は人気のある仕事ではなかった。18世紀には、煙突掃除人に黒人を用いることが、南部から北部へと広がっていった。黒人の掃除人は、差別を受け、非効率的で、 火事を起こすと避難されていた。実際、白人の少年たちが煙突掃除を行っていたロンドンではニューヨークよりも火事が少なかったと言われる。イギリスと同様、アメリカでもスマート車の掃除機が1803年から利用可能であったがほとんど用いられなかった。また、イギリスと異なり、クライミングボーイたちを保護する教会が結成されるようなこともなかった。 同時代の小説、ティット・フォー・タットでは、黒人奴隷の煙突掃除人は、ロンドンのそれよりも楽だと、彼らの苦難を否定するような主張をするほどであった。ロンドンのボーイーは、5月1日の1年に1日の、休日を過ごした。彼らは通りをパレードし、ジャック・イン・ザ・グリーンと踊りツイストし、いくつかの民族伝統を融合することで祝った。またサンタマリア・マジョーレにおける、 掃除人フェスティバルもあり、これはイタリアで、そしてケントのロチェスターであり、そこでは1980年に伝統が復活された。煙突掃除人についての最も有名な文学作品の一つが、ウィリアム・ブレイクの詩、ザ・チムニース・イーパである。英国では、花嫁が結婚式の日に煙突掃除人を見るのは幸運なことであるとみなされている。 多くの現代の英国の掃除人は、この伝統に従って、結婚式に出席するために雇われる。また、ドイツでは、煙突掃除人は幸運のシンボルとみなされ、新年の贈り物のモチーフとして人気である。煙突掃除人のアイテムは、花束に取り付けられる、装飾品の時もあれば、キャンディー、または、マジパンの時もある。 彼らの伝統的な制服は、金色のジャケットボタンと黒いシルクハットと共に、黒ずくめのスーツである。ドイツ、ポーランド、ハンガリー、クロアチア、チェコ共和国、スロバキア、スロベニア、ルーマニアとエストニアでは、今日においても、煙突掃除が黒または、白のハット帽と共に、伝統的な黒ずくめの制服を着ている。通りですれ違う時ボタンの一つをこすったり掴んだり、 することは幸運とみなされる。煙突掃除人は、ビクトリア朝の文学及び、ビクトリア朝時代に関連した作品において、児童労働者を虐待する無情な悪党として描かれることが多く、例えば、チャールズ・キングズリーの水の子供たちでは、若い煙突掃除人が主人公として登場する。また、マイケル・クライトンの犯罪小説、大列車強盗では、 狭い場所をくぐり抜ける特技から、スナックスマンというあだ名を持つ元煙突掃除人、クリーン、ウィリー・ウィリアムズが登場する。新しいブラシの開発と自動労働の終焉により、煙突掃除人は自動労働のイメージから、機敏で気さくな男性のイメージに変えた。このイメージの例としては、パメラトラバースによる本シリーズ、メアリー・ポピンズ及び、 ウォルト・ディズニーによる映画化作品メリー・ポピンズが挙げられるメリー・ポピンズでは陽気な労働者らが大胆不的なアクロバットで労働日の終わりを祝う場面があり彼らのリーダーバートは1965年に第37回アカデミー賞でアカデミー一家局賞を受賞したチムチムチェリーを歌うコーラスとは煙突掃除人と幸運の伝統的な関連性を指す Good luck, we love off when, I shake, and the witcher, or blow me, a k i and that's lucky too. この他にも、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの羊飼いと煙突掃除人という物語では、磁気性の煙突掃除人の人形と羊飼いの人形の恋愛が描かれている。羊飼いがタンスと結婚させられそうになった時、煙突掃除人は、ストーブパイプを通って羊飼いを 煙突の上まで誘導し、彼女に愛を告白する。ルース・レンデルの犯罪、ミステリー小説、煙突掃除の少年は、主人公の変容とアイデンティティを表す。より正式には、エピカナプタックス・プラメラとして識別される。その名前の画を中心的プロットデバイスとして持っている。今日における、煙突掃除人。今日において、煙突掃除人という職業は、石炭。 暖房用オイル、天然ガス、焚木、ペレットなどの燃焼器具の換気システムをメンテナンスする必要性によって存在している。沿道の堆積物や一酸化炭素及び燃焼によるガスの危険性についての理解もよく知られている。標準的な煙突ブラシは最新の道具とともに今でも使用されている。通常、ホコリやすすの拡散を防ぐため、また安全性の観点から、 煙突掃除は下から上に向かって行われる。点検の場合には下からでも上からでもアクセス可能であれば両方からでも構わない。作業中は煙突の中からは鳥の死骸や工具、メモ、ラブレター、エフェメラなど思いがけないものに遭遇することもある。現代の煙突掃除人の大半は専門職業であり、因果性のあるクレオソートの除去、過失とダンパーの修理、 煙室の修理などのメンテナンスとともに、危険箇所の診断と修理を行う訓練も受けている。一部の掃除人は、沿道修理と、再イライニング、クラウン修理、石像煙突とセメントクラウンの山形目地仕上げ、または再建のような、より複雑な修理も提供する。アメリカでは、チムニーセーフティーインスティチュート・オブ・アメリカと、ザ・ナショナル・チムニー・スウィープ・ギルドの2つの業界団体が、 この業界を統制している。煙突掃除人の資格は、Certified Chimney Professional's と、The Chimney Safety Institute of America の2つの団体により発行されている。これら団体は、最初に資格制度を制定した団体であり、資格の更新には3年ごとに再試験を受けるか、チーアやナショナルファイアプレイスインスティチュートでセウを取得して、教育への取り組みを証明することで試験を、 パスすることができる。煙突の再点検を行う煙突掃除人の認定は、Certified Chimney Professional's と Chimney Safety Institute of America が行っている。セウ証明は、これらの組織や地域の協会、民間のトレーナーから取得することができる。イギリスにおいて煙突掃除人は許可制ではないが、多くの場合、Association of Professional Independent Chimney スイープス、ザギルド・オブ・マスター・チムニー・スイープス、ギルド・オブ・マスター・チムニー・スイープス、そしてナショナル・アソシエーション・オブ・チムニー・スイープスといった業界団体に所属している。会員をサポートするだけでなく、訓練を提供したり、環境、食料、農村地域省や、その他の利害関係者への働きかけも行っている。米国、ありがとうございます。